親とかの。うわぁうわぁもう変えられなかったが。もうちょっと待って。またこの時間に失点すんの？なんでプレシーズンでこんなあるんだよ。なんでプレシーズンでもこの時間に失点すんの？マジで。え、引き続きじゃないですか。呪いは解けないか。またアディショナルタイムに行くんか。お主ら。やべえ。ちょっと。なぁ。じゃあもうプレシーズンの、そう。一試合目だし、うん。もうみんなアカデミーだし、うん。仕上がってないのわかるし、うん。まあ、いいよ、別に攻撃面とかに関しては。うん。けどさ、最後の最後にやられるの違うって。それは違うな。それは違う。ほんと、一言一句間違ってない。あー。結果とかどうでもいいよ。もう間違いなく。ただ、最後のプレイで失点するのは違うじゃん。まあ、いい気分で終われないわな。なあ、これは。なんだよ、マジでよ。高よ。アカデミーにも宿ってる。もうほら、ローゼンボリのファン、ちょっと泣いてるじゃん。勝って。劇的勝利と。嬉しすぎて泣いてますよ、ローゼンボリのファンが。これ映像で映ってるけど。ね。実質 FA カップ王者よ。ローゼンボリが。FA カップチャンピオンよ、マジで。またファン2タイム仕上がる。ローゼンボリさん参りましたと。でも内容はもうどうでもいいんですよね。ローゼンボリに支配されてたとかはどうでもいいんですけど、純粋に不安にはちょっとなるよね。まあ、やばい大丈夫かな、今季も。関係ないやつもう。これから関係ない。気抜いちゃうんかな、ユナイテッドの選手って。最後。なんだろう、あれ。それかなんか、わかんないけど、コーチ陣の、あれで、アディショナルタイムが正確に伝えられてないとか。そんなことねえだ。審判がこう出してるな。あえて2分って伝えることによりなんか集中力増すみたいな。そういうせ、なんか取ってたりするまあ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 。今のチーム、まあメンバーはな、失点してしまったメンバーは、うん、ユナイテッドであって、まあ、ユナイテッドではないですから、トップチームではね。ほとんど。まあアカデミーだからね。うんうん。まあまあまあ。むしろ前半じゃない？まあ前半。ね。もうちょいチャンス欲しかったよね。そうだね。うん、割とあのトップチームの選手何人か出てたけど。いました。うん。まあ普通にローゼンボリーに握られてたて、ね。そうなんだよな。そこでもうちょい、なんかまあ、見たかったところはあったかなってところと。ただキーパーは頑張ってたね。キーパーは良かった。うん。落ちに使うよ。怒んなって。もうないか。あ、うまっ。いやー。あまあ、シャレも。いや、崩しうまいんだよね、あそこのね。お、ツリガスね。ツリガスのゴールなんすげえ珍しいな。確かに。え？ツリガス初ゴールじゃね？ツリガスのゴールじゃん。ついに。ついにじゃない？とな、まあ、崩され方は良くなかったからマジで、うん。そうだな。アカデミアしなセンターバック2人が。まあ、だったらしゃあない。まあ、しゃあないよ、うん。うちのアカデミーの子もホイールに一人でね、チンチンやられてたし。やられてたね。そうそうそう。比較するよ。ああ、そして終わりました。あ、終わりましたね。あ、終わりましたか。ボコられたな、普通に。いかがでしょう。うん。まあ、前半はね、結構いい感じで、シュートを持ってたんだけど、まあ、後半がな、ちょっといいとこなしだったよな、マジで。まあ、ちょっとね、目に伝わって。まあ、仕方ないか、もう。もうプレシーズン通してどうだった？いやでもいい選手はいた、うん、間違いなく中学にディアロとかはね、うん、マジでマジで序列上がってると思 う, そ う, そう普通にあとマウントとかもうん体のコンディション良さそうだし、うん、まああとアマスとかアマス、ね、まあコリアあたり、うん、まあこの辺はなんかもう後々トップチーム上がってきそうなんだなって感じまあ他はもう1年って感じかななんか見ぬほど衝撃はなかったな、なんかな。ゴリゴリに光ってるやつが、見なかったが。見ぬはもうだってアンサルセクルやばかったもんな。めっちゃ面白かった。たまにいるんだよな、まあ、本当に。ディエロはマジで楽しみだ。うん、そうだね。うん、まあ、あと怪我人か。なんか自信出た気がする。昨シーズンの終わりも出てたけど、より自信を深めた気がするな、ディエロは。開幕スタメンだろうな。あとマウント怪我すんなよ、マジで。いや、ほんとそれ。もう。いやー、ちょっと本当に困る、これ以上出ると。いや、かなりやばいと思うんだよ、ホイルンとヨーロいない時点で。昨シーズンから一生途絶えないでしょ、怪我人は。これ悪循環だな。全員健康体なことがマジで、マジでないでしょ。うん、
ありがとうございました。ありがとうございました。へこんでる、元気でした。いや全然ちょっと眠いぐらい、ちょっと眠いぐらい、はい、さあここは最後しのぎたいユナイテッド。お、うまい。いやダメだ。よいしょー、おらなんでだよもう。ようこそ、ようこそ、やっぱりしのげない。何遍言っても変わらない。いやしかしベルナルド、いやこれは負けん気の、負けん気のベルナルド決めてきましたね。ハングリーベルナルドが、ハングリーベルナルド。これえぐってたのボブニーやん。これボブニー、ここの反転、まあうまかったですね。うまかったね。こここれ得意なんだよな。ここグイって前出て、いやこの動きらしいですね。やっぱハーランドともう一枚ですね。そうですね、ちゃんと大事なのが入ってきて、うん、いや、うん、意外とよう合わせたなこれ。確かになんか、うん、ベルナルドこんなゴール決めるんですね。なんかこんなタフショットね。いやこれはもう見事なゴールなんじゃないかと。おらこんなん決めれんぞベルナルド。なんかこんな際どいの決めたの初めて見たかもしれない。ああさあ勝負はまだ終わっていない。本当に決め、本当に決めるのだ。行こうか PK の世界へ。さあ勝つぞ PK で。またやばい、ユダイテッドやばいぞこれ。いやまだあるからな。そうそうな、ユダイテッドはここで終わりと思うんだよ。そうだな、こいつのロスタイム入ってから本番。あ、あやべ、いけ、怒りの、いけ、あー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 、やばい、これワンパンで沈むのか。ワンプレーで決めてこい。あこれやばい、流れ変わったな。ペップお怒りっすかこれ。こいつさらにオールバックだってない。いやこいつだって髪結んでたからね。あーハーランドみたいになってたから、ね、あーやべ、キング来た、これやばいぞ、飲まれてるぞこれ。さあお互いの9人目さあ言えない。大丈夫。エヴァ推し大丈夫。大丈夫大丈夫。いや歴戦よ。大丈夫大丈夫。こんなのし、もうすごい綺麗な眼差しというか。いやでも俺が一番知ってるからさ。確かにサッカー歴俺が一番。モスクワ知ってっかんね、エヴァンさん。ゼロならゼロ知ってっから。モスクワの PK 戦知ってっから。いつの話だよ。出てないですけどね、その試合。でもその時に比べたらもう、まあまあまあ、ノンプレッシャーですよ、エヴァンスからしたら。いやでも、凛々しいな顔が。いや、もうエヴァンスなんか。チップパスやん、もう。それは。何の、いやもうこれはエヴァンスまでに回したオーナーがあるよ。いやまだわかんない、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 まだわかんないよ。さあ、やばい。これはやばい。チャンス。さあ止めるぞ、ユーロでは先般になりました感じ。直近で蹴ってんだから、ね、だ。いやユーロがフラッシュバックするのかどうか。次は決める。二度ミスらないのがプロだから。おなあな、さあいけるか感じ、過去との戦い、まああ生産した、過去に勝った、過去に勝った。さあということでコミュニティシールドシティ優勝。やっとだな、久しぶりやな、おりましたねこれは。ただね、初タイトル、いやまあ出足はいいと、はい、ただね、まあ内容だけで言えば、うん、正直ユナイテッド優勢だったんで、まあそうだな、まあね、崩しがめちゃくちゃあったんだけどな、うん、ここはまあ PK ということで、はい、痛み分けということで、いやーいやいや、どうなんだ、オナナ PK いいのか悪いのかどうなんでしょうね。てか、ちげえよ、PK じゃねえよ。PK じゃねえ。いや、俺はもう、うん、正直ラッシュが決めてればっていうのは、ラッシュ決めてればだし、うん、そもそも粘ろうよっていう。そうだな。ちゃんとあんま言わないでくれ、もう。まあそうだな。それはそうだな。うん、あーま、見事ですね。もうまたかよ、もうこれは見事だわ。これはうまいわ。うまいわ。これは見事だわ。治らねえな、マジで、これ。本当に。いやー、今のはすげえわ。シュートじゃなくて、うん。マジで治らねえな、これ、ほんと。クロスは上わ。クロスがもうだって、開けた時もう入るわ、だったもんね。あー。アディングラうめえわ。
アディングライの縦パスが気持ちよかったんだよね。あれギルモとか違う誰だ？そうかなわかんないけど。しそかな。いやー。え全然ない。いやドフリーだなー。まああの乱戦状態だったからちょっと見切れなかった。あれもうちょっと。ボールウォッチャーになってしまったな。ね、完全に。なんなら演出も奥で決めれたもんな。ちょっと元気だった。まだ終わってないから。まだ2節だから。まだ2節。2節でへこんでどうするまだ。まあ確かに。市場も空いてるしな。確かに。うがるってくるしな。うがるってくるし。むしろこういう時負けたらね、さらにバイプッシュで補強が来るみたいな。そうそう、ラトプリスから、プレゼント届くから、怒りの。怒りの中元が届くから。そんな言ってる場合じゃないんですよ。アントニー見せてくれ。ボールいかねえんだよ、マジ。前線に。アーサルもそのままの勢いで芝生勢とヤンバガリの勝利！いやー、見事でしたね。見事でした。もう見事だと思います、ブライトン。いやー、これはすごいですね。まあもう本当に、ファーストチャンスで先制点あげたもんね。あそこやなー、マジで。もう、思ったよりね。コスパは良かったな。ですね、じゃあもうヨッピーはちょっともう今日はもう配信お休みということで。あー、くそー。はいアドビプレミアプロです。いやー、あーこれじゃないのやべ、あ、やべ。いやー、ちょっと待て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 。ダメだーダメだ。これは、もうダメだ。これはもう、よう決めてくるね。バレ方がもう一緒やなんな、一緒だよもう。マジ 7-0 じゃないぞ、マジで。これはリバプールでやったら食われるよな。こんなのやったらもう。これはダメだわ。いや、伊藤先生 3-0 予想当たるかもしれないですよ。いや、これ 3-0 で終わるか。言っとくけど。言っとくけど。それはそう。終盤、まあ、こんなファールはねえだろう。いや、これ楽しくしかないだろうね、これ。やりやしいって言いながらやってんだろうね。ポリッと取って。なんか、この中盤のところマジ強いよな。強度というか。で本当にデュエルが。簡単そうに決めてくんな。ね。いやーいや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 。何が起きた？あ、また奪われた。これさっきのシーン。もうこれさっきのシーンですよ。あれ？そうそう。ハイレンか。ああ、ハイレン。さっきのシーンです。そう。さっきのシーンです、これは。びっくりした、俺。デジャブ。デジャブ。終わりましたね。あ、終わりましたね。はい。お疲れ様でした。乾杯です。もう、すごいですね。ウォルトラフォードがこんな、乾杯になるなんて。言うことはないですね、もうこれは。もう一回いいとこが本当にほとんどなかった。まあでも前半に比べたらチャンスはまだ。まあ、あの、ザークチぐらいか。ね、あの、日本のラッシュのクロスで。あ、でも、ゴール期待値も 1.36 と 1.73 なんで、期待値だけで言えば、そんな差はない。ポジティブで、失点の仕方が全部一緒。って考えたら、悪すぎた。ただ、その失点の仕方があまりにも常習、半すぎるのが問題なんだよなっていう。まあ、そこはもう、次節で、大丈夫のはず。もう、大丈夫だと信じたいね。いや、そりゃもう、うがるてに。うがるてさんが。ボールハンターにいや、リアル希望そこよな。と、そのさっきの1勝2敗のやつ。で、こっからもう上がってくる。そう、こっからエンジン全開みたいな。そうだね。で、9月中旬に、ショーが帰ってくる。あ、でも、ホイルンとか。完成する。ポジ入れる要素がここ、っていうね。そう。で、テンハグのサッカーも、ポジションが完成する。そう。テンハグが全員使えるならばっていう。そう。だってね。真の力。枕言葉がある。最高の11人が初めて揃ったって言ったウルブス戦でね。4点決めて勝ちましたから。4対3ね。よし。3失点ましたけど。さ、チネリ。ちょっと、え、やばい、うーわなに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 うーわ、最悪。なになにすんげえゴール決められた？うわー。
でもなんかすげえドリブルしてなかった。めちゃめちゃ、ゴリゴリ、ゴリドリされて。うん。えぇ、ー、いや、もうこれよ。で、これ。なんすか、あの子。バックスの子でしょ、これ。バックスだね。バックスの子に。4人抜いてるもんな。5人か。すげえな、これ。よがよなら、マラドーナやん。え、マジ行くの？おー、終わりか。ちょっとね、もどかしい試合だったね。そうだなぁ。まあ、トゥエンテのこの喜び方見るに。うん。まあ、よく引き上げたって感じだろうな、トゥエンテからしたらな。ひぃー。期待感はあるんだけど、なんか、本当にフィニッシュ。シュート、フィニッシュワークのとこだな、マジで。うん。エリクセンのシュートもゴール遠かったしね。確かにね、近いところ映ってないっていうか。そう、これは結構抜本的な改革必要だな。まあポゼッションチームの課題よ。マジ第2のファンハール政権になってるかもしれない、ね。うわー楽しい、ね、いいねいいね。ちょっとスパイシー。はい、はい、こいつ。いや、はい、嘘だろー。嘘でしょ。あーもうはっ。ミッキー、はいや！なんだそのアシスト。そしてブレナン4戦連続なんです。いや、とんでもない速さよ、これもう。ベイルやん、あれ。ベイルやん、これ。ほんまに。あーら、すんげえスーパーゴールだ、これ。いやー！もうやめて。あ、アファー、あ、アファー。うわぁ！完璧だ。あ、もうダメだ。もうダメだ。あ、もう終わりだ。これは。これはもう万事休したか。あ、これはもう見事ですね。まあもうあそこ、うん。ゴリッといかれた時点で。うん。いや、合わせ方うまかったな、デキ。デキうまかったな。もうダメだ。これはもう、もう、どうか、これ。もう一人少ねえし。ビリオル、蹴ります。お、いいシュート。おー、あー、もうダメだ。これ、ソランキス、うん。もう終わりです。これはもう、見事なソランキス。うん。うん、まあ、これはもう、うん、そうっすね。うん。さすがに。さすがに、終戦ですかね。もう助けてくれ。やばい。もう誰か助けてくれ。こんなヨップは初めてじゃないか、もう。本当。うん。お願いします。うん。もう助けてくれまで来てるからな。もう誰でもいいよ。誰でもいい。助けてくれよ。ヘルプミー。男がいねえ、マジ。男がいねえ。結構、歴代の中でも絶望高いんじゃない？いやー、モイーズには勝てないね。マジで。モイーズはどんな、モイーズだからさ、ファギー1年後だったじゃん。まあ、ね。そのギャップじゃない。まあ、それも相まって、うん、まあ、特別。うん。うん。でも、ファンハールとかも結構あれ。あれはイライラしたね。うん。シンプル。近年やったらマジ可能性あったの誰だろうね。いや、まあ、思うでしょう、ね。思うか。思うか。そっか。あー、終わりましたね。終わりましたね。はい。うん。乾杯っす。ラウザ320です。おはようございます。ここ1年くらいの皆さん、このメンタル冗談だけで心配です。自分なら毎試合コーナーへんっていきますと。ふー。まあ、ずっとこんな感じだしな。ファーガソン辞めてから。そうや。いや、ただまあ、スパーズはもう完勝ですね。うん、まあ、これはもう今日はそんな言うことないんじゃないか、スパーズ。そうだね。うん。もうマジチャンスもめっちゃあったしな。作ったし、期待値どんくらい来たんだろう。まあ、2点後半ぐらいはあったが。え？うん？ 4.67 です。誰が？スパーズ、期待値。4.67 ですね。半端ねえな。ビッグチャンス9本。ビッグチャンス9本。待って待って。ちなみに、ティモ・バーナーだけオレンジじゃないですか。おい。
うん。おい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 、はえ、いや、そこやられた、あー、あー、わー、もう最悪、もう、いや、抜き、いや、あーもうダメだ、簡単にやられたな。なんかめちゃくちゃ、もうダメだ、もうゆるくやられなかった今、もうダメだ。抜け出したの誰だ、ペペ。いやー、オフじゃないな、普通にマス残ってるな。まさに、ラインガタガタだったよな、あそこ簡単に抜けることある。いや、モルディションがうめえ、うん、もうダメだ、もう完全にコでやられたわ。てかバックスしっかりしてくれよって感じだよな、これ。こんなん簡単に決められたらもうマジで、もうなんだろう、すっげえシンプルにやられたぜこれ。ちょっとアスリート負けって感じよな。やっぱアスリート能力ねえのかな、やっぱ。いや、スペシャリストとか言ってるけど、正直今のサッカー界でアスリート能力ないってだいぶピンチだけどね。やっぱそこの役割が、まあ、夜だったはずんだよな。まあな。まあ、デリフトリサマルだとそうなっちゃうか。何してんだろう、マジで。ちょっとびっくりするぐらい。いや、やばいぞ、本当に。はっ、ああ。まだやるんだろう、うん。勝つんだろ、この試合。うわあ、マグワイヤー、おはやっぱいつでもマグワイア灯ってんだよ、明かりは。うわ、これだよ、結局マグワイアよ、マジで。いつだって OGS。 結局ラッシュとマグワイアだもんな。やっぱレガシーユナイテッドこと至高だわ。うわ、そうなのよ、もう本当にマグワイアとラッシュフォード結局それなのよ、もう。かっこいいよ。いつだって、いつだって見守ってくれてるから、ミスターユナイテッドよ、もうこいつは。いや、ボロクソ叩けねえぜ、マジで。ほんとよね。逆に誰が叩けんのって、ラッシュと、マグワイアを。救った二人、よ。いや、マジでもう一回キャプテン就任あんじゃねえの、これ。マグワイア。今こそ。背中で見せるタイプだもんな。マジであるぞ、これ。っていうか、ワンチャン勝てる可能性あるよ、これ。まだ時間あるよ。まだ一発あるか。来た。ようこそ、ファギータイム到来。やっぱ、クラシックに戻ったからこそ、そう。この属性が戻ってるのかもしんない。そうだね。だから余計なことすんな、大丈夫よ、もう。ほんとに。元来、ほんと150年のカレーの味でいいのよ、もう。なるほど。蕎麦屋やめて、カレー屋。カレー屋でいいのよ、もう、ほんとに。大丈夫か？ここ。いや、守ってる。オッケー。敵の、ユナイテッドボール。しやー、リンデロフ、おー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 耐えた、耐えた。マジやられたかと思った、危ねえ。生きてるよ、生きてるよ。いや、全然この試合点入んないで、ね。すごい硬いよ。ね。お、お、あ、終わりましたね。いやー、まあまあ負けなかったことだけは。そうだな。確かに。テンハグもこの表情。まあこれテンハグが何を思うかやね。怖っ。怖っ。いや、と思ったわ。何を思うか。さあ、ただこれは、首の皮一枚繋がったのか、デンハグ。まあ。うん。頑張ったんじゃないですか。エヴァンスは頑張った。いや、マジで魔法使いちゃエヴァンスだろ、これ。うん。うん。まあ、エヴァンスですね。うん。止められるか。クロスだ。いや、これが怖い。もうだから言ったろって。うわ、最悪マジで。予期してた通りじゃねえかよ。うわ、兄貴。まただ、エンデシリ。まちょっと今のね、もう止めようだ。マジやなんだけど、このエンデシリ。マジやな。これはでも。うわ
クロス上手すぎだね。これまたクロス対応だ。もう、どのチームでもやられるんじゃないっていう。逆に。逆にポジティブだね。いやー。そんなザルではなかった説があるよ。もうサッカーのどうしようもない瞬間。まあでもこれちょっとピンポイントすぎたか。これはね。今日も京都でファークロス。ちょっと幸先悪し。いや、3連続ドローはちょっと勘弁してよ、言える。これマジ大事にしよう。うわあ。ちょっと、お互い、結構、頑張ってるこれ。なんだよこれ。終わり？これはひどいわ。3連続ドローはないわ、マジで。あがんで、ほんま。いやー、ちょっと、内容もちょっとひどかったよな、マジで。これっていうチャンスそんななかったしな。まあ、エリクセンの、ほんとあのゴールと、ラッシュの突破ぐらいか。あと、あれか、あのクロスか。あの、カゼミロのやつか。そう、あのクロスから、あれミスったのがでけえが。まあ、ビルドに関しては、もう、フェネル・ワフチェの方が明らかにうまかったもんな。なんだこれ。なんでモーリーニョの方がビルドアップ埋めんだよ、みたいな。これないだ、マジ。リーグヘイズ。ドドン。21位これいけるこれいける？大丈夫か、マジで。21位はちょっと。まあ、あと全勝すればそうだよな。あ、全勝すれば余裕。そしたら全勝したら15の18だもん。勝てんなー、言える。ねえ。てか、得意のカップ戦なんだけどな、天白の。このまま行くと、ラツィオ、スパーズ、アンデルレヒトが3連勝。だけか。直近の成績見てて。ついに。もうダメだ、本当にもう。もう、終わったわ。反り方。これは厳しすぎるわ、さすがに天狗。これはもうだって。マジでダメ。もう、ずっとやもんな。うん、やばすぎ、本当に。ふぅ。サマビル決めてきましたね。ずっと流れ悪かったもんな。これも、ここ。なんかもう全てが噛み合ってないんだな、うん。これでまあ、どうすかオフとかで救われる店があるわけがないよな。ないわけない。結果もうどうすんだ、今季。いや、もう、やばすぎるでしょ。そろそろ代表ウィーク近いっすよ。また悪魔の囁きが。もうヤンカで絶対もう変えた方がいいよ。いやもう、それはみんなずっとそう思ってんだよ、マジで。ただ、思いが伝わんないの。伝わってないから、もう思いが。もう、これは。うん。ひでえぜ。大白のせいじゃないかもしれんけど、もうこういう風にチームが苦しい時に、もう特効薬は監督変えることなんですよ。もうそれぐらいしかないもんな。それしかないですよ。マジで。本当に。別に。他には方法あるんだったらな。うん。別にそれでもいいんですけど。うん、別に。例によってそういうね、歴史はありますから。あと期待値いいのに点取れないって、これ選手のせいのように見えて結構監督握ってるところもあるからね。ポッターとかどこ引いても期待値作ってるけど点取ってなかったからな。それはね、さっきスパチャ電話ありましたけどね。あった？そう、ポッター機のチェルシーなんじゃないかという。ボロボロだ、マジで。各、
監督変える以外のこと全部やったろって。確かに次は何やる逆に。テンハグが生き残るとして次何やってみろ。フロントはもうちゃんとなったし、選手はちゃんと取るし、いろいろ試してみた。トレーニング施設とかも。もうそういうことかな、スタジアム関係のことは。いや、マズラビワントップです。いや、もう。何があんだ他にじゃあその変える以外。いや、点を取るんだと。あるぞ。俺が救う。そうか。俺が救うんだ。諦めるな、ヨップ。試合まだ終わっちゃいない。確かに終わってね。うん。勝ったら続投よ。そうよ。みんなでテンハグを繋ぐんやで。ガルナチョ。来るぞー来たーやーあ、いや、まだあるぞ あ、まだうわーさあ、アマド。そういうことだ。そういうことだあ、作戦よーし絶対来た行くぞ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 いや、マジでファイナルフォーメーション行くぞ高さが出たか。来た来た来たまたアシストじゃん、ザクティ。準備しろ準備しろ準備しろ行くぞ準備しろディアロがパスうまかったですね。ああ、よかったな。うん。ああいうのも出せんだな、なんか。大丈夫ですか？オフないね。ここはオフない。うん。最後いっぱいいたからもう。なんも。ほらーうわーこじ上げだ来た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 。ゼット !This is Manchester United まで、あと1点っすよ。間に合うな、全然。間に合う。間に合う。ほー。よーしよしよし。さあ。だから行ったろって。いや、これ、マジ、ロペデギも危ないからね。本当に。確かに。そうよ。これで逆転されたら、ロペデギの首吹っ飛ぶ可能性あるからね。いやー。1対1だったら、お互い。命かけてんな。そう、命かけてっから、これ。お互い崖でこれやってる。崖でこれ、この押すやつ。そう、どっちが落ちるか。テンハグ今、起死回生の、もう今にも反り返りながら。反り返りながら。はぁーってなったから、激ね。激減してる。負けた方がもういいずしもういいわ、もういいず。いや、ハムは喜んだ。ハムは喜んだ。ユナイテッドやだ。FA もカラバンも取ってんだよな。あ、チェッキングポッセブペナルティ？ちょっと待って、今のゴタゴタの中でですか？あ？え、ど、え？え？え？チェッキングペナルティ？何のし、ちょっと待って。ここ何のシーン？今のごたついてる中で VR？ いや、さっきのなんかぐちゃぐちゃの中で、どっと？よし。何？これ？これか？あ。これがデリフトがボールを、いかずに潰しに行ったという判定ですか？これはどうだ？まあ、もうどうしようもないけどね、デリフト目線ね。これはちょっと、取りづらいような、なかなか際どいけどね。気すっけんね。これ PK かー。これはちょっと、これはちょっと厳しくないかー。かー、まあ、言ってないといえばそう、まあ、言ってないといえばそうかもしれませんが。見られたね、あそこ。うそー。そうねー。あれは。一応ね、まだ納得しかねてる様子ですけどね。まあ、ファールではあるけど、なんか今季、まあ、そのためだいぶ、そう、割と、そう簡単に安いと PK 与えないみたいな風潮はあったけど、で、オンフィールドまで行くとちょっと、話は別なのが、ちょっと決定いるんですけどね。これはないわ。これはちょっと辛いね。もうこういうので取られるってこともあれなのかな、やっぱもう。運に見放されてる。ボーウェンは、ね、やっぱイメージありますね。AT12 分 !12 分これは鑑定士が鑑定できるわけないんだから、こんなの。ねえよ、知るか、12は。止めろ、止めろ、ああ惜しいけどね。さあ、12分あるっすよ。
1点取るわ。1点。もう。1点はまだ。うん。ワンチャンあるぞよ。ハム的にもこの勝負だいぶでかいんじゃないか。ハムなんだかんだ勝ち始めてるか。ちょっと徐々に、乗ってきてるのか。なんだかんだ。12。いや。どうすんだよ、マジでよ。よっ、ヤップさん。ガンバー大阪が90プラス3と120プラス5に得点します。懐AT からが勝負ですよ。確かに。いや、まだ。プラス12ですから。言っちゃえばまだ78分みたいなこれまだ、しかも、まだあるでしょ。多分。うん。104分ぐらいまで行く。104分。これで試合後誤審とか言われたらどうすればいいんですか？あんだけオンフィードレビューで吟味して誤審はもう終わってますよ、終わってる。絶対もう誤審はないと思います。あんだけ見てんだから。あんだけ見て誤審はちょっとね、そう、うん、節穴が過ぎますよね、うん。あまりにも。うん。うん。しゃべるなぁ。そう。ああ、終わったか。もう終わりっす。こりゃきちいぜ。きちいなぁ。ああ、こりゃきちいわ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。なんかもう何もかもがうまくいかない時の試合内容って感じならもう、うん、攻撃も守備も。そう、点は入んねえし、守備もなんか PK とかで与えちゃうし。ああいうところでな、取られるし。うん、コニャークユナイテッドさん800円すればじゃでございます、うん。やだ、もう生きていけない、助けて。うん、もうトゥーリオさんブチギレっすよ、こんなの。名古屋時代の。名古屋時代じゃない。そう。りょうさん320です。おります。さよなら、天さん。いや、もうこれはもう、うん、何度も言ってるけどさ、別に俺ここじゃねえんだよ。マジで。うーん、もうちょい前に行けたってって感じだけど。うん、ちょっと、チャオズするにはちょっと、まだチャオズ生きてんのかみたいな。そうなんだよね。うん、だいぶあった気がします、ね。ああ、これはしんどいわ。おじいさんでございます。200ます。もうええでしょ、うん。ハリソン。ハリソンですよ、もう。うん、ハリソンではないけど、もうええでしょ、せず。セリフ。だから、ピエール確か。アムロサコさんに200でございます。アヤクの選手と監督集めてもアヤックス以上にはなれねえよと。アヤックス何を着てたんだよ、マジで。ほんとよな。まあ、よタニッチ。タニッチが足りないんじゃない、やっぱ。フェネルバフチでスカウトするべきだったから。タニッチ。と、フレンキーだろ、どうせ。タニッチとフレンキーとか、いなきゃいけんのか。うん、仮に、その時にアヤックスになってもさ、うん、他のチームはもうみんな進化してるからね。そっから。過去を求めてんのか。うん、ギャラボーシャー320円すべてございます。今節の数試合を見て学んだことがあります。プレミアで一勝することってマジで大変なこと。そう、本当にそう、慣れてねえか、みんな勝つのに。プレミアのせいか。一勝は特別よ、本当に。一勝ってでかいんだ。